ドウバース。お、ビショップってことはエイラビショップなんかな。エイラに対しては強いよ確かこの駅。さ、参りますわよ。お、いいね。背徳もいいね。なんやけどもちょっとここ入れ替えるか。エイラ今いない。なんでこう事故るの？エイラ今いないマジか。とりあえずちょっと手札弱いからあんまナイトレイドはない。1対0起きたくないんやけど、さすがにイオン2枚とゼウスは弱いからもう行くしかないね。お、アンドレアルスのシルさん、1年契約のスポンサーさんやん。いやなんかあれやね、なんかその生放送してないのにこう継続してくださるのは嬉しいよね。てか北斗さんもアスタルトの宣告やん。え、てかタメさんに関してはもう2年のサタンやもんな。おい、小賢しいことすんなよ。とりあえず手札弱いからちょっと回すか。お、いいね。なんやけど荒野はまあイオンがちょっといらない。イオン1枚捨てるか。ここは授業を始めます。もっと生放送しろ。今のビショなんだこいつ。3個なんか強化するか。だからもうイオばっか引くなよ。イオ捨てるな。いやーこれだってさダメ。これ出さへんっていう方向性のが強い。いやなんかもう荒野がいらんか。いやでもな、貴重ななんかドローの資源にはなりそうやけど、こういう時にどうするかやんね。まあ来るととか来てもどうせ処理されるというしもあるし、どうせ上から取られるから出す意味はほぼないよな。ダメ。まあどうしようかね。貴重なドローの資源ではあるけど、まあいいか。背中のコブは天使の翼。なんかよくシャドーバースのキャラクターがなんか夢になんか出てきてこう語りかけてくることない？なんかこう寝てますで朝起きたらこう感じるみたいな。特にその感じる人いる？なんかその夢の中でこうなんかその遊園地ってなんかマグカップのやつでぐるぐる回ってるとか。どこを見てますの？勘違い。いやーもうだからガブリエルもな最近よく見るよな。なんかここはしっかりねイオで回収していくぞ。授業を始めます。まあしっかり処理していく。でブラッドコア置くかどうかなやけど、どうしようかなこれ。いや結構さブラッドコア置いてなんか意味ないっていうか腐ること多いんやけど、でもこれ耐久的な面で考えたらありな気がするんよね。これどうしようかな。ブラッドコア置いて、まあでもなこれ鋼鉄と神の大地入ってないからサンコス絶対使わないといけないよね。まだいいかも。まだいいかもしれない。いやでもなどうやろう。こういうのも難しいよな。態度でも貴重。いやーどうしようかな。でもまあ行くか。まあ俺もこれでも進化系使わずに強硬的な姿勢でまあ放置しとくか。あチャーさんコンチャ MP 今でも6200やからまた30連勝か。30勝ぐらいしたら終わりやからね。まあでもここはまあ何もしないと。もうヨハネがいる限り俺に触れることはできないからね。正規兵懐かしいなこれ。いや帯同でかい。帯同引ければ無限のドローソース。おーお前、小さいことすんなよ。こいつ、もう許さねえからな、お前。
もう許さねえからなお前。本番は初見です。マガンがうる。あ、ザウントルモザーとコンチャ、こいつもう許さんぞこいつ。じゃあ神話の剣もたまに刺さんの小賢しいよなほんまに。久しぶりなナシャドが。やばい、にゃいこいつの。ちょウィルバート強いって。消えた。だから俺にはゼウスがいるからね。このゼウスをうまく使っていけばまだ全然あるからね。やってたのか。なんでこんなネタで対決してんの。待って、ちょっと待って、これおまんじゅ好きコンチャ、どうしようかな。オリビエ、ウィルバート、ただ回復は重要な資源やから残しておきたいよね。悪夢から入るか。まあ、オリビエ、でも無料進化使うのはでもでかいな。オリビエプラス、ハートラブストーリーも強そうやんね。うん、ここはじゃあ、200円、勝ちってね。オリビエ行くか。お、マンジョ好き200円。勝ってね、ありがとう。じゃ、でも勝率はね、結構良くて、まあ、6300やから、まあ、減ってはないよね。こう、右肩上がりやから、まあ悪いデッキではないと。しかもゼウスも結構刺さるしね。いや、これもオリビエ行くか。まあ荒野は使えるしね。これ行こう。ここが果てだと。誰が決めた。これで進化使って、しっかりウィルバードも処理できるからね。これでどうや。あーいい。ちなみになんかそのよく自分下手くそって言われるけど、これ見てる人グラマスになってる人いる？うーそう、お前やばいな、変。私は見捨てぬ。おい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 、なんちゅう小賢しい。あねれいや。まだグラマス3です。でもネレイヤはでかいな正直。のグラマスです。今期はグラマス慣れてない。コメント欄グラマス。え、ネレイヤ強くね。ここのグラマスだよ。あ、グラマスなった。まあここ悪夢行こうか。じゃあ悪夢ネレイヤ一択やんね。こんな私のおもちゃ、私のおもちゃ、大事なおもちゃ。いや、ここのネレイヤは結構強いんじゃないか、これ。ただこれどうしようかな。ゼウスを考えて4回でしょ。進化をこう温存するかどうかっていうのもあるけど、どうしようかね、これ。相手のデッキが小ざく、なんやろね、これ。何のデッキなんやろ、これ。お、ギラハンの小切りクワガタさん、こんちゃ。これ、相手のデッキなんなんこれ。あ、てか、なんか、ネタ系のデッキばっか当たるけど、なんでやろ、これ。ヨハネちゃん、なんでだと思う？普通に守護ビショップがないん。それは、帝王様が強い人だからだよ。そうなのかい。守護ビショップ、あれか、あのサレン入れてる構築か。なんかアルティメットコロシエムの時にちょっと流行ってたデッキかな、これ。小賢しいな。あ、守護ビショップか。まあウィルバード、いやでもな、守護ビショップは勝てんのか。守護ビショップ、我らの希望の架け橋。おお、こう、私のもの。おいおいおい、お前、小賢しいことすんなよ。サンコス、なかなかでも強いけど、ルインウェブスパイダー引いたの偉いな、これ。これもうゼウスで次のターン行くか、であれば。ルインウェブ強い。ルインウェブスパイダー召喚。うん、これで、いや、これ結構面白いデッキやね。守護ビショップ面白いね。
だが私に触れることはできない。いくら11のスタッツを出そうが。まだ無理じゃね、ヨハネ。16点は厳しいか。なあなあこいつ。おいでなさい。虹の端っこ、おお、探しましょう。攻撃力2以下の交差。自分のターン終了時に正規兵出す。相手のターン開始、自分の守護を持つホラーと同じだけプラス2して、おお、なかなか小賢しい構築やね。もっかいロックしろ。あ、ルインウェブもう1枚来てるから、これ盤面ロックするか。これ私に触れることができるとでも思っているのかな。ルーンエブスパイダー召喚。あっ、おお、ゼウス消えた。おい、だからもうゼウス消えるな、お前。ゼウス消えた。まあなんで、ゼウス消えたのが一番まずい。うっそだろお前。ゼウス来い。おいおい、ゼウス消えたのやばいだろ。ちょっと待って、これやばくないか、これ大丈夫これ。おい、ゼウス消えるのは待ってくれよ。初々しき侵食発動。こー、まあ、ネレイヤ一択かな、ここは。よかったね。これまずいな。残念、どう処理する、これ。大事なおもちゃ。てか、ゼウス消えるのが一番おもんないわ。残念、処理できるんか、これ。ネレイヤ悪夢でリーサル。あ、ん？悪夢。銃。え、ん、あ、ん、7、8、9、あ、リーサルか。あ、リーサルや。はい、勝ちました。これでリーサルか。これでリーサルか。あーい、強っ。この圧倒的なる盤面を一網打尽に返していく力強いね。対応の能力ちゃんと読んでる。お、おー、ララ、ララか。まあ、でも、おー、